コロナ禍の4月11日、多摩川河川敷で調布市主催による美化推進を目的とする春の多摩川クリーン作戦が開催され、日頃河川敷を利用している子どもや大人、地域住民ら総勢907名が参加しました。82回目となるクリーン作戦は朝8時、多摩川沿いに設けられた9カ所の集合場所から一斉にスタート。1時間後には缶やペットボトル、粗大ごみなど大量のごみが集められました。すっかりきれいになった河川敷には早速練習を始めた野球少年たちの元気な声が響き渡っていました。